かずこさくかぜをひいたおねこさんあるところにおねこさんとそのおかみさんがありましたそれはそれはりっぱなおひげをもっていたのでふたりはじまんでしょうがありませんまい起さおきるとすぐにかがみのまえへいって そのひげに油をつけてそれを毛織のきれでよく磨きました。まるでそのひげはナイフのように光りました。けれども二人があんまり自慢するのではじめのうちはまあご立派なおひげでございますことと会うたびに言っていたお友達も 「このごろでは腹を立てて何とも言ってくれません。ねえこのごろはどうしたものか誰もこの立派なおひげを褒めなくなったが一体どうしたもんだろう」とおねこさんはおかみさんに言いました。おかみさんは「あんまりきれいに光りすぎるのでまぶしくって」。 誰の目にも見えないんでしょうよ。おひさまみたいにね」といいました「じゃあきょうからすこしよごしとこうね」「そうすりゃだれのめにもつくからね」とおねこさんはいいましたきたなくなったおひげをみておともだちはいいました まあ、おひげが大変おきたなくなりましたこと。ふたりはくやしくってなみだがでました。そしてすぐにおうちへかえってけんかをしました。おまえはなんというバカなおかみさんだ。ぼくはすっかりはじをかいてしまったよ。おねこさんはどなりました。 おさんは泣きました。しかしけんかをしていてもつまりませんふたりはもっともっとひとのめにつくようにするのにはどうしたらよいかとそうだんしました5じかんもかんがえたあげくおねこさんはこういいましたさあはやくいってかみそりをかっておいで。 体の毛をそるんだ。そしたら立派なおひげがもっともっと目に立つから。おかみさんはカミソリを買ってきました。ふたりは痛いのをがまんして体の毛をそり落としました。そして鏡を見ました。ああ、なんてわたくしたちのおひげは立派なんでしょう。 おねこさんは「どんなもんだいぼくのかんがえのよさは」といいもおわらないうちに「ハクシャン!」とくしゃみをしましたふたりはそのばでかぜをひきましたそして 毛のはえそろうまでびょういんへ入院しましたなぜといってそとではゆきがふっているというじこうでしたからね。